こんにちは、ラビアンローズです。バラはなぜ花を咲かせるのかお話しします。バラは子孫を残す目的で花を咲かせます。花を咲かせて虫に受粉してもらい種を作ります。バラが開花するときは肥料が切れている状態が良いと言われています。つぼみが膨らんでいる状態で肥料をたくさん与えるとバラは子孫を残す必要がない、自分一人で生きていけると判断しつぼみを落とします。だからつぼみができたら触らぬ神にたたりなし。バラは肥料が切れた状態で花を咲かせますから、花子はエネルギー切れで黒星病になるバラがあります。花子に黒星病になるバラは花子のお礼碑ではなく、花がそろそろ終わりそうというタイミングで与えるおひねり碑を与えましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。ラビアンローズでした。